アジア最大の IT や家電の見本市 CTEC が明日の開幕を前に報道陣に公開されました。最新の技術が勢ぞろいです。去年初めて登場した一輪車に乗るロボット、今年はバランス感覚を高めてわずか2センチの平均台を渡ります。去年登場した村田製作所の一輪車に乗るロボット村田聖子ちゃんは、今年バランス感覚がさらに進化して平均台渡りを披露します。日産自動車はセンサーや通信技術で周りの障害物を巧みに避けて走るロボットを初めて公開し、この技術を将来車に応用します。また NTT ドコモは携帯電話の端末機を相手に向かって振るとメールが送信できる技術をアピールします。